あなたは自分の手で育てた人材を失敗作だからと見捨てたんですか？記事も攻撃的だった。今までいろいろ言われてきたこともあるが、こんな露骨なのは初めてだ。今誰かを憎んでしまったら俺たちも同じになるじゃないか。トリガーもざまあないな。王者の風格が大暴落だ。いずれお前は忘れ去られる。お前が与えたものも見せたものも全部みんなすみません、悪気はなかったんです。ただ少しおかしくって。本当の自分のことを黙ったままでいるのは苦しくないか？へえ、いやしい悪知恵を働かせてあんたの口を聞けなくしてやろうか。今日みたいな日は二度と来ないかもしれない。あなたがアイドリッシュセブンに執着できるなら、どんなことが起きても先手を打って戦います。怖いじゃんか。人に知られたくない自分の姿を受け入れて認めるのってさ。優しくしてもらって大好きだったのに、そんなこと言わないでって言えなかった。勇気がなくて。言い訳しろっつってんだよ。誤解したまんまじゃん、あんたのこと。恐喝、談合、買収、密約、お好みのものをどうぞ。誘惑や見栄や寂しさや執着に振り回されてまっすぐ進めない。それでも掴みたい願いがあるんだよ。僕らはそうして生きていくんだ。ここにある何かを表現し続けていたいから。ほらほら、口だけか。早く掴みかかってごらん。殺すとか死ぬとか言ってごらん。僕らの潔白は僕らが証明する。ステージの上で。